キモ。悪魔の子はなしよ。わかった。よろしい。キモ。ようこそ宿女の皆さん、フルーツはいかが？うん。いた。それより早く取りかかろう。歯が恋しい。今回の任務だけど、誰に託すか決めた。ありがとう、任せとけ。二人に託す。やった、ベイビー社がチーム復活を望んだわけだ。まさか、そんなの望むはずないじゃん。そりゃそうだろうよ。でも二人のボス、ラスボスの私的には二人一緒がいいと思うの。バラバラよりも俺は一人がいい。少なくともヤツとは嫌だ。おい、チームの綴りに愛はない。チームの綴りには U もないぞ。だけど M と E はある。チームワークがあればワークは楽しい。ああ、何か成し遂げたければ一人でやれ。仲間と共に戦おう。他人なんか構うな。一は一番孤独な数。一人上等。絆こそ力。あは、ごめんね。それじゃ、おやすみ。そんな態度なら、あんたのバカでかい銅像を溶かしてみんなに配る景品作っちゃおう。あの銅像に手を出すな。いい？我々が入手した極秘情報によると、アームストロングが毎朝オフィスを出るのは11時15分。オフィスに忍び込んでこの監視装置を仕掛けたら私に報告して。うわぁ、すげぇ、めっちゃかっこいい。ストレンジャーズインザナイ。でね、スクールバスもちゃんと手配済み。明朝うちの前に8時きっかり。ありがとうコニー。遅刻厳禁。了解。作戦最高、余裕のよっちゃん。じゃあちょっと寝とこうか。大丈夫、パパは発表会までには戻ってくるから。それはいいの。え、来てほしくないの？多分来てほしいでしょう。さあもう寝なさい。おやすみママ。おやすみいい子。多分。